じ等身大で生きている人たちの使っている言葉、あるいは反応できる感覚、そういうもので自分の音楽を作っていきたいなとありますね。我々が行く先々に、ここはね、私にとっては大学ですよ、このゴールデン街。俺はここでいろんなものをね学んだような気がするな、うん、だからみんなあの当時60年代の後半っていうのは結局ほら全ブームでね、ニューヨークのそういうビートニックの人たちとかほらインドに行く途中みんなここに寄ってさ、実際しちゃいけないけども想像力でねそういうことは処理できるんだよっていうことをね寺山さんは教えてるわけですよね。時を待たずに死んだ人、時を待たずに死んだ人、一番後ろの席からかけて今いるここに上がってきてほしい、今いるここに飛んできてほしい。カンちゃんも寺山も言葉作りの人でしょ、うん、ただカンちゃんは北の方の人で、それから寺山はこの南部というか三沢にね疎開してここで育ったようなもんでね、カンちゃんが初めて三沢に来た時に自分では考えられない寺山の作品の発想みたいなのがあって、前その奥さんに言われたことあるのよ、あんたもうショーやるのやめてって言われてね、なんで言ったらあんたやるたんびに勢力落ちるって誰が神なのか。八代亜紀のカモメっていう歌がねたまたま流れてきたんだが、私レコードで持ってたんだが、それかけてまあ忍んでたわけですね、一人で。そしたらやっぱり涙止まらなくなったっていうのがあったんですね。ああカモメ好きだったよなと思ったら、もうガーッと涙が出てきちゃった。海砂